やるか。モンブランの助力を得てノックアップストリームを捉え、麦わらの一味は無事空島へ到達した。スカイピアと呼ばれるその国はゴッドエネルが支配する神の国だった。エネルは聖地アッパーヤードのどこかで空の民を常に監視しているという。一方エネルと敵対する別の勢力もあった。彼らはシャンディアと呼ばれ、先祖伝来の地であるアッパーヤードを取り戻すためエネルに戦いを挑み続けていた。そんな状況下、スカイピアの兵に不法入国の罪に問われたルフィたちは天の裁きを受けることになるのだった。ちょっと待って、何これ、何なの。どこかへ連れてく気だ、俺たちを。見てみろ、大変だ、メリー号が連れて行かれちまうぞ。何さ、ロビンちゃん、これぞ天の裁き。不法入国の罪を犯したお前たちは禁断の聖地アッパーヤードにいる神官たちの手で裁かれるのだ。おい、あいつらどこに行ったんだ。やつらの行き先は生贄の祭壇。助けたければアッパーヤードで試練を受けるしかない。仲間を返してほしけりゃ島に入ってきやがれと。まあでも神官ってのをぶっ飛ばしゃいいんだろ。お前たちに勝ち目などあるものか。何より島にはゴッドエネルもいらっしゃるのだ。うるせえ、まとめてぶっ飛ばしてやる。行くぞアッパーヤード。政界人が紛れ込んだか。好都合だ。神官どもを叩き崩すなら今しかあるまい。いや、何やら騒がしくなってきたじゃないか。逃げ場はない。こっからは手分けして仲間を探そう。メリー号で落ち合おうぜ。メリー号に急ぐわよ。
の試練を受けよう。雲を消せれば近道ができそうなんだけどね。八つ咲きにされてなくてよかったわ。試練試練ととやかく言うが、正直俺らには身に覚えのねえ話だが、受けよう諏訪くんだりのクソ試練。なぜなら、か弱いレディ二人を守るのが俺の役目。つまりそうだ、これは恋の試練。どうした？神の住む島、アッパーヤード。この島、まさかこれ見覚えあるでしょ。地上と同じものがここに。この島はもともと地上にあった島だ。そう、ここは引き裂かれた島の片割れ。この島はジャヤなのよ。だけどよ、こんな島がどうやって。あの化け物海流しかないでしょう。馬鹿げた話かもしれないけど、かつて地上にあってノーランドが確認した黄金鏡は400年間
空を飛んでたんだ。ありがとう神様、空島が黄金鏡だったなんて、これは私へのご褒美ね。なあおい、黄金鏡にはでっけえ金があんだよな。ローラの日誌によると、そう、確かにあると書いてあった。それ鳴らしたら菱形のおっさんにも聞こえねえかな。聞こえるよな。よし、俺は金を探すぞ。ゴムゴムの私が引き受ける。ゴゴモノ射殺。容疑は悪いな、アンチカーキャノン。神など恐れるな、キャンドラの火を飛ばせ。迎え撃て、シャンディアおよび聖海人を駆逐せよ。にぎやかにやっているじゃないか。あいつらどこだ。お前大体地味は当たっていない。箱舟マクシムの準備もできたし、そろそろ総力戦と行こうじゃないか。ゴゴムの射殺。行儀は悪いな、アンチカキャノン。焦ることはない、ゲームはまだ始まったばかりだ。マスト直してやらねえと。何の音だ。船には誰もいねえはずだけどな。霧が深くてよく見えねえや。誰だ。メリー号が修繕されてる。ここに誰かがいたんだ。なあメリー、誰だったんだありゃ。
る方法がないじゃない。クマが邪魔で進めないし、どうなってんのよ。黄金がかけらもないなんて話が違うじゃん。ゴゴゴの殺行儀は悪いな、あいつか。カモン、正解人、この島にとどまるな。エネル同様に消すぞ。超の遺跡で暴れる。邪魔すんじゃねえ。黙れ。あの鐘は大戦士カルガラの意志を継ぐ俺たちが鳴らしてこそ意味がある。貴様らに何の関係があるんだ。俺たちは神を名乗る者たちに奪われたこの島を取り戻し、あの鐘をシャンドラの火を灯さなきゃならねえ。大戦士カルガラは400年前に村を救った恩人のため黄金の鐘を鳴らそうとしていた。そうね、同じ400年前、ある探検家が黄金鏡を見たと嘘をついた。世間は笑ったけれど、彼の子孫たちは彼の言葉を信じてる。黄金の鐘を鳴らせば、正解で黄金鏡を探し続けている彼らは空になったと伝えられる。この麦わらの船長さんはそう考えている。素敵な理由じゃない、こんな状況なのに。そいつの、その子孫の名はモンブラン・クリケット。ならば400年前の先祖の名はノーランドか。クソ麦わら、シャンドラの火を灯しに。お前、わかった、行こう。それならあの鉄雲を排除できる。シャンドラがあった場所は見当がついている。ついてこい。ドクロの右目と同じ場所、黄金があるとしたら、そこかもしれないわね。
うっかり手を出してしまったか。まあいい、生き残りを追い詰めてやろう。次の脱落者はお前か。なんだてめえは。俺は先を急いでるんだ。問答無用、排除するのみ。やるじゃないか。俺たちの金は、シャンドラの火はどこに？地図が示していた場所は確かにここなのに。政界の盗賊どもとシャンディアが手を組んで何を企んでいるのかと思えば、狙いはそれか。悩み多きこの世だ。子羊が何を望もうと構わんが、空に根付くこの国そのものが土台不自然な存在なのだ。土には土の、人には人の、神には神の帰るべき場所がある。そうだ、全ての人間をこの空から引きずり下ろしてやろう。そんなことをすれば黄金の金までも失ってしまう。あの金はあなただって欲しいもののはずよ。心配には及ばん。すでに金がある場所の目安はついている。このサバイバル、予想より生き残りが多くなったな。神が予想を外すことはできん。さて誰が消えてくれる？お前が消えろ。不届き。私は神だぞ。何事も意のままにする。私の思う世界を作るのだ。ハク2億ボルトバーリー。
ついにこの箱舟の究極の機能への回路が開かれた。排出された雷雲はエネルギーを増幅させながらスカイピア全土を闇と共に包み込む。さあ宴を始めようじゃないか。アマラガン！悪いな、助かった。レネルはルフィが倒してくれる。私たちは急いでメリー号へ戻るのよ。もはや手遅れ。誰一人生き残りはしない。これじゃ空島が跡形もなくなっちまうぞ。ルフィ、そいつの落雷を止めろ。大戦士カルナラ、シャンディアの戦いを見ていてくれ。私の邪魔をするな。何もかもが無力。故に俺は神なの。エルトール。そうよ。少し考えれば分かることだったのよ。ルフィに雷は効かない。ゴムだから。もしかしてルフィはエネルにとって世界でたった一人の天敵。あの小僧にもママラガンは当たったはず。ギリギリで避けているとも言うのか。
だというのだ、貴様。ほら、ルフィ、海賊でゴム人間だ。雷なら汚ねえ。これは誇り高きサンドラの戦士。どんな敵だろうと膝を折りはしない。隣の戦い方がある。やってみろ。ここを神の支配地と定めよう。我は神なり。なかなかパラミシア一匹ひねりつぶせんわけがない。神だ神だってうるせえな。何一つ救わねえ神がどこにいるんだ。恐怖こそが神なのだ。空島とともに。
方のおっさん、黄金鏡はあったぞ。なんて美しい。ノーランドの聞いた鐘の音ってのは聞いてるか、モンブラン・ノーランド。ずいぶん待たせた。あんたの子孫に届くといいな。やったな。